宝禅寺は、山梨県南アルプス市鏡にある寺、高野山真言衆寺院。3号は、鏡山。本尊は、阿弥陀如来、武田八幡宮の別当寺。詳しくは、鏡山宝禅五国寺という、海の国社記、寺記、海の国史によれば、806年に、いつみに創建された、永禅寺が前身であると言われという。その後、山寺村、寺部村へ移転され、 822年に空海が創建したという、海の国史によれば、平安時代後期には、海、源氏の一族が甲府盆地各地へ土着し、宝泉寺は、研究年間に、鏡円光が、駒軍加賀三里に再興し、武田八幡軍の別当となったという、近辺には、宝泉寺の他にも、遠鉱創建を伝える寺社が多い、鎌倉時代には1208年、 東光の孫にあたる遠鏡が東光屋敷跡へ移して再興したという。宝禅寺系大からは土地区画が確認されている。1221年には、紀州高野山から、里塩を招き中高解散とした。後に改修後、武田氏の庇護を受け、一転を戦国時代の武田信虎記とする説もある。1568年、武田信玄の越後信仰に際し、信濃国長沼において、 宝泉寺を含む海国内の次元寺や、宝光寺など11か、寺に戦勝祈願を命じており、翌年には、寺院の副寺院の法華行土教に対して、祈願成就の章として、胸別銭が免除されている。戦国時代には、武田信玄により高の山から遠征興味あびが、住職として招かれる。1572年4月7日には、正常作戦に際して、遠征興味あびが、 越後上杉氏が、信なの、野の二国を犯さないことを祈願した、祈願文を奉納している。歴代古案には、遠征京宮日の書状が見られ、信玄と親密に交際していることが確認されるが、その後信玄とは不和となり、住職は、法院公会に交代したという。武田氏滅亡後は、織田信長、1588年3月に、徳川家康からの禁制を受ける。翌年には、 徳川家臣、稲中寺による検知が行われ、治療消門が発給される。また、武田八幡宮の車両消門も当時へ発給された。豊臣家大名時代にも治療を寄進され、江戸時代の1642年には将軍、徳川家光の修院地安堵を受ける。以来、歴代将軍の安堵を受け、世紀には松次級、新院二重を応用した。 1781年には火災で書道を消失。明治には神仏分離で武田八幡宮が独立する。鎌倉時代の大般若行、全600巻のうち39巻が結巻で561巻が現存する。教門は王仙の構造紙に牧書されている。縦 26.0cm、幅 13.0cm の織元層。各巻は それぞれ32から35用で、表紙には、形筆が施されている。10巻ごとに、シ漆の蓋付の二小箱に収められ、小箱がさらに同じ構造の大箱に収められており、計六箱が所蔵されている。書体は、濃筆で、写経生の筆であると考えられており、厳密な競合が加えられている。奥付けには、柏山大善寺や白雲山平潮寺など中世に、 栄えた寺院の学僧による競合が行われたことが記されている。鎌倉時代の1254年に、会、源氏の一族である一条信長を元首に、武田八万宮へ奉納されている。信長は、武田信光の子で一条氏を再興した人物で、経典には、信長や、父、信政を元首と記されているが、室町時代の結婚を補うために行われた後、筆であると考えられている。 明治初期に、神仏分離の実施により引き渡され、この時に、結末期が生じている。明治期には、正式に遺憾された。宝禅寺所蔵の銅章は、総高 147.7cm、金見高 111.3cm、セン 89.1cm、銅座高 12.0cm、盆地外延々計 19.3cm の中世章で、県内では、 演算工学事象と並ぶ巨匠である。海の国史によれば、法然寺の金は1251年に鋳造されたものであると記されており、現在献嘩されている銅償は中世金であることは確実視されているが、形状や文様の検討から県庁3年鋳造は疑問視されている。金身には傷が多く、何らかの事情でよそから移されたものであると考えられている。 1> 縦1 3 9 0トル、横3 3 0センチメートル、厚2 2センチメートルの板に描かれた板へ、板には3本のがあり、かつては台座が存在したと考えられている。創業や綿紙は、平安時代の本時衰弱思想の確立により、成立したもので、無地の茶位と同色の毛差をまとい、八時曲がりの眉と尻下がりの目元で、顔はやや老相を帯び、 三面の五平を背に、敷物が敷かれた、か地座に座しており、基本的な図像は守られている。裏面の牧書名によれば、1461年に発生住職となる源延により、武田八万宮へ奉納されたもので、明治初期の神仏分離の際に、他の寺報と共に遺憾されたものであると考えられている。1991年5月30日指定、楽器の三枚を横についた画面で、 1> 縦1 6 7 0トル、横1 2 4 7トル、濃紺の地色に、彩色された書尊が描かれている。中央正面に、尻尾しし座に座した、釈迦如来が、座下左右には、文殊菩薩、普賢菩薩が廃されており、左右下辺に十六全身が取り囲んでいる。最下辺の左右には、神社大将と現状三像が描かれている。 室町時代のエブ師によるものと考えられており、宝冠や甲冑などには、金霊の彩色が施されている。釈迦如来と十六前身は、大般若経の守護神として位置づけられ一具として伝えられることが多く、明治期に、武田八幡宮より伝来した大般若経と共に、遺憾されたと考えられており、大般若経の結婚を補い完成させた際に、 新たに描かれたものであるとも推測されている。1986年9月17日指定。縦2 4 5トル横9 0チメで、トルで折元層構造紙で、通常の写経で用いられる一行17字の形式は守られていない。書体は、文字は太くやや右下がりで、実直な土豪による筆であるとも推測されている。巻ごとに、 紺色の境室に収められている。奥付けによれば、1539年に桜沢氏が武州藤田教の総鎮守である上聖天宮に奉納したものであるという。海の国へ持ち込まれた経緯は不明であるが、1562年に武田氏が武蔵区に松山城を攻めた際の戦利品であるとも考えられている。江戸時代の1607年には、 第18世住職玄作都市により、訓展がつけられている。1979年12月28日指定、鏡竹47.5センチメートルの銅星鏡で、周縁部には、幅狭の伏林が巡らされている。上縁の左右に懸垂用の耳があり、鏡面中央には阿弥陀如来座像、向かって右下に観音菩薩座像、 左下に静止菩薩座像が配された三尊形式で、角像は別に鋳造されて鏡面に差し込まれて、くさび止めで固定されている。裏面の牧書によれば1290年の制作で、武田八幡宮の本事物として封見されたもの。神仏分離の際に大般若教と共に遺憾される。ありがとうございます。